控えて打つかしっかり打つかで悩んでるんですけど、やってしまいました。うまい、うまい、ゴーゴー。ありがとうございます見ました。ドライバー一番気をつけてることなんですか？うん、よく多く考える。うん、私はもうこのテイクバックの30センチです。最初の30センチ。へえ、じゃあこれぐらい。ここがあのヘッドがまっすぐ引けるか、うん、こう引いたりこう引いたりするじゃないですか。うん、そうです。しっかりまっすぐ引かないと、うん、やっぱり最終的にはあのスイートスポットがまっすぐ当たらないので、うん、そこは意識してます。最初の30センチこうね。そう、上げ方もいろいろあるので、やっぱり、はい、そこをしっかりヘッドをこう上げるかこう上げるかこう上げるかで感じが変わってくるので。プロはどんな感じに上げるんですか？私はもうここを意識してるので、はい、これあ、それだけそこ、うん、でそこからボディターンする。へえ。ミート率大事じゃないですか、ドライバーって、はい、なのでそこを意識するためにはこの最初のこの30センチのテイクバックが大事だと思ってます、うん、自分。また戻ってくるんですもんね、そこに。そうですね。そう、そこがずれるともっとその先がずれちゃうってことですね。そう、ずれちゃいます。だからそこをもっと戻るとグリップも大事です。あ、どうやってみんな握ってるか、だからこういう風に握ったらもうこうなりやすいじゃないですか。そうですね。だからここをスクエアに握らないといけないけど、みんな自分のそれぞれの握り方っていうのあると思うので、うん、はい、そこをしっかり矯正しないとまっすぐ引くのは難しいと思います。うん、確かにすごいグリップ変、こうなったりこんな感じ、うんうん、こうなったりね、これが変わっちゃう。これがめっちゃ多いですね。こう持って今その方多いです。こうここがもう面があっちに見えちゃ う, う、ま、正面から見てたらもうこのそうここが見えてるの方がいいかな。うーん、こうじゃなくて、うん、ここはあんまり固めない方がいい。だからそうですね、結構こうゆるゆるですよね。そう、ゆるゆるです。私カチカチでした今。あ、これはね、一回こっち来ました。でも結構カチカチ、うん、こうじゃないんですよね。こうなっちゃってるから、もっとゆっくりいいと思う。そう、そうですね、肘とか結構ボッと持ってます。ゆるゆるしてます。はい、え、そうそうそう、まっすぐ引けてますよ。うん、こういうことですね。はい、いい感じ。いい感じじゃない。乗れそう。乗りました多分。乗ってるじゃないですか、毎年。多分さらりとベスポジです。さらりとベスポジ、しかもここキャリーがないとここまで来ないと思うんですけど、エッジで80、ピンでちょうど100です。100なんで結構ある。
いいかな。これはやばい。これはやばいかも。今の寄ったのが分かりましたよね。もう打った瞬間に。ちょっと会話して打ってもベタピンですからね。さらっと。今のはライン出しみたいな。押さえて打ちました。うん、歩いてる時とかってなんか考えるんですか。特に考える。試合中、キャリーさんと結構喋ってます。あ、普通の会話みたいな。普通の会話です。でもナイソンですよ。おお。いやでももうあれ。いやー近い。近く行きました。近。結構プロアマでもアマチュアの方のクラブとかって見たりもするんですか。気になるのがあれば。はい、今契約。フリーなんですよ。はい。なのでいろんなクラブを見てます。はいはい、BXG ちょっとさっき見てたじゃないですか、ゆうちゃん。あんまり見る機会なくて、持ってる選手も少ないので。やっぱね、カップ周りすら来る。じゃあそしたらもっとワンカップ行かない？いや。じゃあハーフカップで行きます。ショートしたら松山に。毎回言うんですよ。毎回言ってんの？毎回言って毎回ショートする。無視した方がいいかもしれない。そろそろお約束なんです。来た。おー、ここから。またショートした。これ毎回やってるんですよ、もうデジャブ。ダメじゃないですか。言ってあげて。今サーフカップだね。いや、そういう問題じゃないね。松代まで走る。女子の一気団結ぶりが半端ないです。違う3対1。それも面白いかもしれない。弱い、ごめん。弱かったね、今の。ちょっと尽きっちゃった。みんな恥かく。これがあるんですよ。知ってます。え、シャキーンって何やってくれるんです。編集で。バリガーってやると、ガーってなる。何を教えてるんですか。面白いね。言うたら、ガーってやると、編集でシャキーンってやってくれる。止まり方がドン。バックスピン。おお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 お
な回んないですよね。あんな回したら多分欲しいよ、うん、そう手がついてこない気がする。キレやっぱすごいっすね。うん、キレがシュパーンって感じ。そう、なんかトップする前にも切り返し、うん、切り返しされ入って、うん、あれやっちゃうとね、あれちゃうんです。そうなの、濡れちゃう、我慢できないと。すごいクラブが重く感じて、うん、ドカッてなって終わる。半身強化が必要だと思います。うん、あ、結構トレーニングしてます、はい、スクワットとかね。スクワットももちろん重さもちょっと持ったりして、体幹も大事なのでゴルフは。なんか結構スイング改造とかもやったりするんですか。ですね、もう19、20歳の時になりました。あ、じゃあもう最近はそんなにやってないです。やってない、はい。高校卒業してからアメリカ行ったんですけど、はい、その時に初めてプロのコーチに教わって、はい、その時に改造をしました。うーん、やっぱアメリカだとスイングのこう考え方とか違うんですか。やっぱりその人の体に合ったスイングをちゃんと教えてくれるという、型にはめるようなゴルフスイングを教えるわけじゃないので、私向こうに行ってすぐクラブを短く切られて、はい、身長でその長さはダメだって、うん、それでやる。でも振りやすいんですよ、短い方が。そうですよね。へー、ちょっとボールのプロの方が変わってるって言うんですか。そう、ボールのプロの方が全部マニュアル通りじゃないけど、アメリカの人から見たら日本人の方が変みたいな。結構独特なスイングしますもんね。そうですね、うん、なんか確かに。なんでなんで？プライベート。お疲れ。プロゴルファーです。岡山恵里ちゃん。150ヤード。そっちドロー。おー、こっちも。ナイス。復権できたかな？素晴らしい。45とか見すぎ？でも上り意外と見た目ありますね。あります、はい。なぜここなんだ。大学卒業するまで京都に行って、はい、卒業してからこっち出てきて、はい、まだ2年とか。あ、そうなんですね。3年行ってないかなって思って、うんうん、資格を取ってから。そうです、はい。もともと USGTF っていうのを持ってて、はい、去年あの USLPGA のコーチングの方を取って、はい、おー、すごい。すごい、なんかその時にやっぱもう教材とかがスイングのことほぼなくて、どっちかっていうとメンタルと脳の構造とかで、筋肉がどこから考えてどこに行くまでにどれぐらいかかるかとかっていうのがメインなんですよ。でも多分日本のやっぱそうそんなんじゃないですよね。そう、うん、なんか内訳がとかいうかもう B プレーンの話を10ページ以上書いてあるみたいな。
そういうの読んだ方が確かになんか勉強やないの、うんですね、体からね。あ、みんな超似たようなところに誰が一番近いのか。あれはバーディー行きたいですね。行きたいですね。日本の一番境目はそうですね、これ下りやから。純ちゃんの方がいい。これが、あれ、はい、切れなかったですね。こっち行かないね。全然まずくない感じで普通に寄りました。ナイスです。ナイスです。すごい、うん、スピンがすごかったよね。あ、違う、じゃあ引っ掛けてるじゃん。先生こっちを見た方がいいかな。最初フックした？この辺かな？いやー、右行っちゃった。押しました。もちろん、はい、OK です。なんか、ああいうちょっとやらしいカップだね。ねー、いろんなところにイライラしちゃうよね、本当に。